ですね、今日はですね、パナソニックの、コンポです。SAPM77MG ですね。出荷前の作動テストは一応済んでおりますが、今から、テストをします。今 MG ですね、MG ディスクで回したので、このまま再生します。昨日と一応今日ですね、作動確認しておりますけど、再度今、テスト動画として、映像に残しております。今回リモコンですね、ちょっとこの型番が違うんですけど、こちらの方のリモコンで操作可能です。今1曲目ですけど、5曲目の方に飛ばします。曲飛ばしもできますので、問題ないです。リモコンも。で、MD のを取り出します。カセットテープのも入っておりますので、カセットテープの音源ですね。テープはですね、みんなそうなんですけど、音源がどっちかというとこもった音になってしまいます。ここは致し方ないですけど、はい、テープが回ってるのが分かると思うんですね。ちょっと音がだから懐かしいような音源がありますので、他の MD とか CD とは違いますね。こちらも止めて、今 CD ですね。CD もテスト用が入ってます。昨日もテストしたんですけど、途中で音が飛んだりとか、音源がずれるってことはないですね。テープと違って音はやっぱり変わってきますので、非常にいいです。こちらも同じように、7曲目ですね、今飛ばしましたけど、このリモコンで飛ばします。チェンジャーなので、5連鎖になってますね。なので、チェックしましたけど正常に出ます。すべて一応確認してますので問題ありません。あと AM、FM ですね、切り替えもできます。問題ないですね。あと最終的に外観をクリーニングして出荷しますので、内部ですね、テープの中もそうですけど、きれいにします。簡単な説明ですが、ちょっとお時間がかかりまして申し訳ございませんでした。きちっとしたものをお送りいたしますので、よろしくお願いします。あとですね、使用する際は必ず、本体を温めてから使用してください。で、メディアの方もちょっと冷たくなったりしてるとダメなので、室内温度に合わせてください。以上になります。よろしくお願いします。